こんにちは、桜井です。今回もマインクラフト実況やっていきたいと思います。パート15。前回はダークバイオームに行って怖い思いをして洞窟から出てきて、目印を作るときにブロックを積み上げたんですけど、ブロックを積み上げて落下したらバグなのかわかんないんだけど全ロスしちゃって、ダイヤモンド8個持ってたのにめっちゃ悔しくてね。今日はね、ブランチマイニングの場所を作っていきたいと思います。それではやっていきましょう。で、ブランチマイニングなんだけど、どれだっけ？こっちか。ここのね、見てよ、これ。ダイヤモンドの、ダイヤモンドじゃん。ダイヤモンドは別にいいんだよ。エンチャントつけてね、そう。そう。これね、めっちゃレベル貯めるの頑張ったね。で、ここは耐久力とか、耐久力3ついてて、で、効率強化4ついてのね。だからこれで、まあ、とりあえずある程度できたら、掘り進んでって、で、この幸運2で、ちょっとダイヤモンドを掘っていこうかなって、思ってます。で、Y 座標。Y 座標だ。Y 座標。58とか59。52とか、そこら辺あたりがいいんだよね。で、ちょっと軽く地上で、場所を作ってこう。あと木もね、たくさん取ったんだよね。ブランチマイニングする用の、立てていこうか。まあ普通にここら辺でいいような気もする。あ、ここ洞窟なんだっけ？じゃあ向こうにしよっか。こっちの方。こっちの方とかここでいいんじゃない？ここ。ああ、どうしよう。でも、場所がね、どこにしよっかな。こっちにしよう。あ、そうそう。こういう風に、とりあえず立てて、で、こういう風に採取してたんで、上にそのついても全然意味ないっていう。いや、意味あるのかもしれないけど、なんか誰かがその紹介してる、名前出せないんですけど、誰かちょっと紹介してる人がいたんで、それを参考にしたんですけど、多分やり方を間違えてるかもしれない。で、どうしようかな。まあ、ここら辺に作っていこうかな。いや、でもここはあれか。あれがあるのか。まあ、もしかしたら洞窟とぶち当たっちゃうんで。あ、こっちの方に作っていくか。こっちの方。こっちの方に作っていこう。このぐらいでいいかな。このぐらいの狭さで。別に、広くても狭くても別に構わないから。はしごで作るから、ゾンビとかが来たら嫌だなっていうだけだから。上がってきたら。まあ、松明ついてるから上がってこないとは思うけど。やっぱ湧かないと思うけど。一応ね、こういう感じで作ろうかな。で、ここをブランチマイニングの地上の拠点にしようかな。OK。で、まあ、こんな感じでいいか。こっち開けとこうか。太陽の光が届くように。開けといて。で、ここら辺は落ちちゃって大丈夫で、こういう感じで。じゃあ掘っていこうか。これ直下掘りでいいよな。とりあえずチェストとか作っとこう。ここにいらないもんとかちょっと入れときたい。今4ぐらい作っとく。4ぐらい作っとく。ここに。
完全に置く位置間違えてる。邪魔になる。ここに置いといたら。よし。で、これをつけてと。OK。じゃあ、掘り進んでいきますよ。覚えとかないと。こうね。お、これもう石だね。あとはもう単純作業だよ。で、マグマとかちょっとあると危ないから。あと、松明持ってくるの忘れたね。あ、石炭。石炭は取っとこう。一応ね。もう結構取れるね。懐かしいね。石炭取ってるときね、意外とカットとか倍速してたからね。最近はね、あまり倍速しなくなったもんな。話そうとしてるからね。カットするんだったら、あ、違う、倍速するんだったら話そうかなって。これがやっぱ実況者よ。偉いね、実況者の鏡よ。よし。こっちか。ここに、これ、1ね。決定。あ、ここゾンビ湧く、ゾンビ湧く。絶対ゾンビ湧く。ここでね、ゾンビ湧いてね、ビビり散らかすんだよ。だから、ちょっと、なんかゾンビんだけど、ゾンビの声すんだけど、もしかして洞窟近いのかなみたいな感じになっちゃうんで。もうなくなっちゃってる。ブロック。まあ、無限増殖だから。ここにいっぱいあるから。お、土だね。土いったね。大丈夫かな？大丈夫そう。お、次も、石。なんだっけこれ。花崗岩。黒。ちょっと待ってよ。まあでも大丈夫。ゾンビは入ってこない。ゾンビは入ってこない。とりあえずね、ここ戻ろうか。一旦寝て。ベッドとか持ってきてないし、松明も持ってないから、ちょっと一旦上がってね。そう。行こうか。松明。あれ？あ、棒がないのか。棒を作って、松明を。あ、まあ、こんぐらいでいいや。到着。ただいまです。で、あ、こん中か。こん中の。あった。あ、せっかくだから青を作る。青いやつを、青いベッド。OK。青いベッド作って、で、あと、これいらないし、扉もいらないと。で、おやすみなさい。狼マジで多すぎ。なんでこんなに多くしたんだ。よし。あ、そう、あと馬ね。馬もね、撃中したから。だから結構移動スピードがね、速くなったよ。そう、これ育たないんだけど、多分間違えてるの。これ近いよな、多分。地面と、羊毛だっけ、青の羊毛で、の位置が、ちょっと近いんじゃないかなって。もうここでいいや。あ、マグマの音するね。慎重に行こうか。これは慎重になりすぎ？もしかしたら。あ、鉄。鉄発見。でも最悪ね。最悪もし何かあったら、バケツがあるから。全然大丈夫。お、あ、そんな感じか。え、じゃあ、お、じゃあ別に大丈夫か。それに、ここは、追ってても。とりあえず、警戒しながら行くけど、多分方向的に大丈夫だとは思う。一応はしごに乗ってるけどね。でも大丈夫なんじゃないかな。うん、大丈夫だね。嫌な予感がするんだけど。大丈夫だよね。ただ深いからこの位置になってるだけでね。
よし、ちょっと戻るよ。ないか。はしごが長いね。前にさ、なんか水で登ってくエレベーターみたいななかったっけ。看板置いてさ、危な、まあ、危なくないけど、あれ、あ、そっか、ここあるからか。まあいいよ。なんだっけな、あったじゃん、なんか階段登ってって、階段登ってってじゃない、あのなんだっけ、水でさ、なんか看板とか水で組み合わせて登ったり降りたりするのあったよね、確か。よし、こっからじゃあどん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 掘り進んでいく前に、ちょっと待って、鉄、ちょっと鉄だけ、いいものっちゃいいものだから。で、食料もこんな感じで OK、 やっていくぞ。到着したぜ。どのぐらい掘ればいいんかな。座標は一応見ながらやってるんだけど、今どこら辺だ、今マイナス12だね。お、なんか出ちゃったよ。うん、あまり来たくはなかったな。どこだここ。よし、見なかったことにしてさ、ちょっと掘り進んでいこうか。なんか広そうだけどね、ちょっと気になる、ちょっと見たい、ちょっと気になる、ちょっと見たいけど、あ、やめとこ。鉄は回収しとこ。でも鉄は回収、びっくりしょ、このチッ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 っていうのがさ、クリーパーのあれかと思った、いるのかと思った。今日あれ、ブランチマイニング場を作るっていうことをやってるから、あれ持ってこなかったんだよ、あの盾だから、ちょっと今はやめてほしい、だからちょっと後にしてほしいかな。それだったら一マス分くらい開けとくか。ちょっとここに洞窟あるよって、ここに洞窟ありまするよ。マグマダイブとかそういうマグマ系は避けなければいけないから、それだけだね今は。今怖いのは、でも必要最低限のものしか持ってきてないから、もし何かあっても全然大丈夫っちゃ大丈夫か。あの前回のやつよりは全然マシ。前回マジであの鉄の装備意識全部なくなったし、ダイヤモンド8個なくなったからね。それはマジで痛かった。ダイヤモンドとか割と手に入っちゃえばそうでもないんだけど、今の段階で失うのは結構痛い。普通に来るわ。もうそろそろ夜って感じ？そんなことないかな。で、ここの座標が、33。マイナス33ですね。やっぱ夜だね。どん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 進んできますよ。ブランチマイニングとか初めてだからな。どういう感じでやっていいかっていうのはさらっと結構見たんだけど。矛盾してるね。さらっと結構見たってどういうことやね。さらってことはそんな見てないってことじゃん。結構見たって言っちゃってるからね。もうどういうもんなのかっていうのはちょっと見た。で、ダイヤモンドがある座標っていうのが、うん、ありやすい。うん。っていうのが、だいたい Y-58 だったんだよね。バージョンが 1.19 かな、そこのバージョンだと。
なんかバージョンによってちょっと違うらしいんだけど、そう。で、ダイヤモンドがある座標には、なんか鉄が取れないとかって。取れないのかな？取れにくいのかな？わかんないけど、そんな感じらしくて。前はあったらしいんだけどね。鉄だっけな？石炭だっけ？忘れちゃったんだけど。らしいんだよね。そこよくなんか分かってないけど全然。じゃあこのまたはしごが切れたら、はしごがなくなったらまた上行こうか。じゃあ、まあ、それしかないもんな。上に上がります。夜です。完全にもう夜です。なんかジェット機みたいので上に上がれないかな。ヒュワーとか言って洞窟、あそこからスケルトンに撃たれそうだよな。スケルトン恐怖症。あ、できるんだ一応。流せる。はしごがないとダメだと思った。でもしはしごがあったらぶっ壊れるかと思ってさ。ろれつが回らない。滑舌がやばすぎる。え、あ、びっくりした。そっか、自分であれか、掘ってたわ。例えば太陽が見えなくなっちゃう。太陽の光が届かないと見えなくなっちゃうから。そうだわ。あのディープダークバリウムの時のあのブロックかと思った。ちょっとトラウマが一瞬よぎった。でなんでこっち来たかっていうと、木をちょっと頂戴したかったの。オッケー。あ、まあこっちで寝てもいいか。おやすみ。よし。やるべ。やるべ、やるべ。やっちまうべ。太陽でか。太陽でか。めちゃめちゃ太陽でかいじゃん。絶対こんなもんじゃないだろ、太陽。したら。こんぐらい作っとくか。で、これも全部作っといて。え？あ、そっか。シフト押しながらじゃないとできないわ。オッケー。じゃあまたここはカット。お、53だ。ここ53だからそんなにもういらないわ。よし、58。になったからここら辺持ってくかじゃ。まずはこういう風に掘ってって、こういう感じで。マジで嬉しいぞ、あったら。たとえ一つでも。でダイヤモンドがスポーンされるであってんのか、生成されるあれなんだけど、生成される形なんだけど、横に広いのね。縦っていうよりかは、縦に長いっていうよりかは横に広くて、そう、ダイヤモンドが。だから縦よりも横の面で探してった方が絶対にあの出る確率が高いと。そういう感じね。でとりあえず拠点はこのぐらいの広さにしようかな。広い方がいいでしょ。広ければ広いほどいいはず。わからないけど。よいしょ。で、1、2、3、4、5、5マス分。5だと割り切れないから、6ぐらいいっとくか。
なんで割り切れる数字にしてるのかよくわかんないけど。何でもなんか割り切れた方がいいかなと。で、ここも、こうして、で、こっちも、壊してって、で、OK。ね、6マスだっけ ?1、2、3、4、5、6、うん、6。こっちが1、2、3、4、5、6、7、8。8マス ?8 マス ?8 マスか、まあ、まあいいや。数えてなかった。2、3、4、5。なんか吸引つったんだけど。めちゃめちゃ怖いんだけど。何その音。マインクラフトってでもそういう音あったか。まあそれは全然よくて。1、2、3、4、5、6、7、8、9。うん、それ込みだと9ね。1、2、まあ、関係ない。1、2、3、4、5、6、7、8、9と。OK。じゃあこっちに進んでいけば、ぶち当たると。で、これもいらない。お、壊れちゃった。壊れちゃった。じゃあ、ちょっと、上、戻ろう。よし、いけた。で、ここに、ちょうど雨降ってきた。こういう風にしとけば OK。で、掘ってこう。行くと思ったんだっけ、ここ。1、2、3、4、5、6、7、8、9。あ、もうこれ。こうやっちゃえばいいじゃん。確か9だったよね。これ本当に、ダイヤモンドあるのかな?そんなにやり出したのはいいけど、あまり信用してないんでね。だってさ、そんなブランチマイニングしただけでさ、ダイヤモンド出るんだったらさ、もうブランチマイニングだけでいいじゃん。ダイヤがあれでしょ?なんだっけ?あれ?一番じゃないんだっけ?なんか、1.19 で、なんか、新しいの出たんだよね。ダイヤよりも。なんか、強えやつが。それどこにあるか忘れちゃったんだけど。もう作るのがめんどくさかったような気がするんだよね。その時にもダイヤの装備が確かいるでしょ。でも燃えないんだっけ?溶岩。マグマか。に入っても。燃えないんだよね、確か。で、ドロップした、その、ドロップしたっていうか、そのアイテム、こういう風になってるアイテムも、燃えないんじゃなかったっけ?確か。なんかそれ聞いてめっちゃいいなとは思ったけど、確か大変だった気がする、作るの。めちゃくちゃ。簡単ではなかったような気がするね。よし、OK。やっぱ横がこうやって広くなるだけで結構ちょっと開放感生まれるよね。この調子でやっていくか。いやでもダイヤモンド使ってもいいな。ダイヤモンドのツルハシ。まあでもそれはちょっと今回は使わないでおこう。あとどんだけ早いかも知らないから、あれがちょっと使った形跡あったけど、あれ、エンチャントしてから使ったんじゃなくて、エンチャントする前に使ってるだけだから。そう。だから使ったことないんだよね、あれ。なんか、ネザー行くんで、黒曜石掘ったぐらいでしか使ってないんで。その時にエンチャントがついてないやつで。あと、ちなみに、エンチャントした写真っていうのはね、ツイッターに上がってるので。ツイッターからちょっと見てみてください。エンチャントしたぞっていうやつが。いつぐらいだろう。多分、10日?
放火には上がってると思う。そう。多分、夜中とかだと思うけど。この撮影終わってから、やろうとしてるから、ツイッターに上げようとしてるから。今日ね、めちゃめちゃ暇でしょ？ずっとマインクラフトで。動物とね、ちょっと戯れてて。ちょっとあまり、見せれないこともいろいろあったんだけど。レベルを上げるためにね。そういうのとかもちょっとあったんだけど、めっちゃ動物で癒されてました。やっぱ鳥はね、鳥結構、鶏繁殖がね、すごいしやすいから、だから卵投げて、で、その卵から帰って、で、その卵から帰って、そっから、卵から帰らせつつ、なんだっけ、小麦の種だっけ、種みたいなやつで、何、繁殖させていくみたいな、そういう感じでやってって、っていう。あと、さりげなくさ、流してたけどさ、これ金だよね。ワンチャンあるのかもしれないね。ここに来てさ、何一つ、こんだけ掘ってて出なかったじゃん。だから、出んのかよって、正直思ったわ。ダイヤモンド出んのかよって。いや、もしなんかおすすめな、ブランチマイニングするおすすめな座標みたいな、あったらちょっと教えてください。ここにもね、え？出たじゃん。出たじゃん。マジか。あ、いけるこれ。出るな、結構。よかった。二つ分こうやって、開けといて。いや、結構高さあるかなと思ったんだけど、そんぐらいある、ないとダメだよね。そうそう。やっぱりそうだよね。ちなみに、何人いますか？ちょっと。今いるので、1人、2人、3人、4人と。あ、ダイヤモンドさん4人いますね。4人だけですかね。ああ、4人だけかもしれない。まあ、いつでもいらっしゃってくださいね。あ、4人だけかな。ちょっとここ開けていい？いらっしゃいませんね。あ、じゃあ4人だけですね。これは。じゃあ失礼しました。ちょっと、ここ、なんかダイヤモンドで階段作った。これ絶対ダイヤモンドで階段作ったろ。どんだけリッチなんだ。いいね。ダイヤモンドで階段作ってるね、これ。ちょっとその階段取っちゃうけどごめんね。あとで。今はちょっと取らないよ。鉄じゃないしね。しかも幸運で取りたいじゃん。幸運についてたから、ね。待っててね。行きましょうか。え？あら、こんにちは。ちょっと待っててね。マジか、あるね。やっぱブランチマイニングした方がいいよ。さっきと言ってたこと全然違うけど。やっぱした方がいいよ、これ。しないと人生損する。マジで絶対した方がいいよ。みんな、もうみんなしよう。絶対いいってした方が。マジでめっちゃ取れる。めっちゃ取れるよ。めっちゃ取れるよ。あ、めっちゃ取れるから。本当にした方がいいよ、これ。
昔会った時にブランチマイニングっていうのをあまり信用してなかったので、別にやってもやんなくても変わんねえだろうみたいな。そう、僕はこういうのに頼んねえからみたいな感じだったんだけど、今めっちゃ頼ってるんだけどさ、いいね。ただいま、狼ちゃん、ただいま。あと、名前何にしよっかな。名前何にしよっかな。名札があるからね、名前つけれるんで。あ、金槌がない。金槌だっけ、金槌じゃないや、なんだっけ、なんだっけ、金槌じゃない、なんだっけな、忘れちゃった。あのね、なんかあるよね、金属のでかいやつ。いいんだよね、行くよ。ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待った。ダイヤモンドちゃんがね、どっかにあるはず。あ、ここか。あ、こっちにあった。で、ダイヤモンドちゃん、これでしょ？どっちだっけ？こっちだっけ？あ、おお、降りてる、降りてる。こっちだね。じゃあ、掘ります。ちょっと待った。本当にこれか？こっちだね。で、ちょっと待って、もしかしたら、いるかもしれないから。ちょっと。早っ。掘るの早っ。じゃあ、掘ります。よし。あ、めっちゃある。ちょっと待って。え、ちょっと待って。今何個取れた？ 1 個か。え、めっちゃある。すっげえ固まってる。座標いくつ？マイナス42。マイナス42もある。ここでマイナス42。マジか。マイナス42もある。え、めっちゃある、めっちゃある。危ねえ。ダメだよ。それで掘っちゃう。今、マグマの音してるから、それで確認してるだけだから。OK。OK。何個？ 12 個。もう、やばい。12個。マジか。これは一応じゃあ、持っとこうか。ここは。塞がないで。ここにもいっぱいあったよってことで。12個はやばい。12個取れるのはすげえ。じゃあ、こっちも遠慮なくいただいてきます。はい。21個。もう開始で21個。やばい。ダイヤモンドも開始で21個。いいね。で、まあ、金も取っていくよ。金も意外と使うから、え？岩盤見えちゃった。岩盤だよね。そっか、岩盤の世界なんか。あ、ちょっと。お、すげえサクサク掘れる。これでももったいないな。使うの。使うけど、使わないで錆びるのが一番もったいないから。錆びないけどね。もうやばいね。ダイヤモンドが、もう、満足すぎる。マジで。この動画撮ってよかったなっていうのがもうある。もうこの動画ね、この企画をやんなかったらこれは撮れなかったからね、このダイヤモンド。あ、それはよかったなって思った。幸先が結構いいスタートができてね、マジでよかった。よし。で、なんかアンバランスすぎん？そんなことないんか、わかんない。もうバランスとか気にしないから。それはやばいって言って。まあ、こんな感じで。で、あとは、作業台をここに置いて、あともう一つぐらい作っとくか。
で作って。よし。いや、マジで嬉しい。ダイヤモンドね。なんかガーっつったけど。なんか近いのかな？なんか近いからガーって音するのかな？ちょっとわかんないけど。うん。じゃあ、怖いからちょっとこれも置いといて。で、よし。これは、いや。じゃあ、今回、取れた、やつが、よし、木の原石が9個、レッドストーンが、レッドストーンダストって言うんだ。ゴミってこと？え？まあいいや。が19個。で、これね、ダイヤモンドが21個。やばすぎる。ダイヤモンド21個。よし。じゃあ、取れたのが今日、これね。よし。じゃあ、今回はこれで終わりにしたいと思います。マジで嬉しい。よし。じゃあ、普通にいつものスタンスでやっていくか。最後まで動画を見てくれてありがとうございました。もしこの動画が良かったなって思ったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また、ツイッターもやっているので、フォローもしてくれたら嬉しいです。それではまた次の動画でお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。